香です。今日は出版社アルファノートさんに、お邪魔しております。アルファノートの社長の綿貫さんです。よろしくお願いします。今日はですね、出版社のアルファノートさんにたくさん質問が届いてますので、そちらに答えていただきたいなと思います。人に何かをうまく伝えることにいつも苦労しています。文章を書くのがうまくなるためのおすすめのトレーニング方法はありますか？はい、5つほどありまして、5つコツがあります。まずは難しい言葉ではなくて誰にでも伝わる言葉で表現をすること、うんうんうん、はい、それが1つ目。ターゲットを明確に絞って、うん、例えば、まあ、ニッチでもいいんですよ、うん、何々小学校の3年生だけ分かるネタでもいいんですよ、うんうん、ターゲットが絞ってるネタにするってことですね、うんうん、はい。まあ、3つ目ですね、はい、伝えたいことを箇条書きにして順序立てる、うん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 、はい、それ結構大事なんですよね。4つ目は小説なり映画なり、はい、いい表現があったら、真似てみる、コピーをしてみる、はい、そして自分のフィルターを通して自分の言い方にする、はい、あと最後はとにかく数を書くこと。アルファノートさんの会社が立川にあるようなので、立川のおすすめグルメを教えてください。はい、立川って、はい、食べログで検索すると、うん、だいたいラーメンかカレーかお蕎麦が、あ、そうなんですか、上に出てくるんです。へー、まあ、ラーメンだと、はい、京華という、はい、鏡に花と書くお店が、はい、おすすめですね。いろんなラーメンブロガーの方も紹介してますが、すごく特に醤油がすごく評判が良くて、お店の雰囲気も、はい、こうなんていうか、おしゃれなんですよ。あ、いいですね。店内真っ暗でラーメン丼に間接照明が当たっていて、へえ、おしゃれ。すごくあのラーメンが綺麗に映るようになってるんです。そこが人気です。へえ、でも見た目大事ですよね、食べ物ね。実際でその醤油味もものすごい深い味がしてすごくいいですね。あと立川にカレー屋さんがやたら集まってる通りがありまして、はい、そんなあるんですか、はい、初めて知った。そう、あのここ3年ぐらいで増えてきたんですよ。でその中でシンガーソングライターの大森洋平さんという方が奥様とやってるお店で、はい、越境という店があるんですけど、うんうん、そこはあの週に3日ぐらいしかやってないんですが、そこのスパイスカレーはものすごく美味しいです、はい、へー、週に3日か、はい、ね、ちょっとちゃんと調べていかないとね、はい、やってる日はね。ページレイアウトソフトは、どんなソフトを使っていますか？アドビの、はい、インデザインを使っています、はい、今ほとんどの出版社は、はい、このインデザインとイラストレーター、う、うん、あとはフォトショップ、この3つで作ることが多いと思います、はい、新聞はちょっと違うみたいですけども。そうですね、はい。アルファノートのスタッフさんもやはり何かの楽器を演奏してらっしゃるのでしょうか？まあ、もちろん僕はもともとというかスタジオミュージシャンでギタリストで作曲家やっていて会社を立ち上げたので、他社さんからギターの教則本をたくさん書かせていただいて、その延長線で出版社を作ったんですけど、はい、うちの奥さんももともと昔はギターとかバイオリンをやってたみたいです、はい、みたいです、はい、で、あとはスタッフのアルバイトとスタッフもギターを弾いたりする方もいますし、はい、うんうん、やっぱりそっか、ね、もともと好きな方が興味を持って、そうですね、長年一緒に仕事してるですね、うちでいうとすごく大事な外部のクリエイターチームがあるんですよ、はい、でそのチームはいつも同じメンバーでやってるんですけども、その例えばデザイナーの方なんかは、うん、もうもともと某有名音楽雑誌の編集長さんが2人いらっしゃって、うん、あとはレコーディングエンジニア、あといろんなアーティストのライブ撮影をしてるビデオカメラマンというチームでやってます。彼らはもう各々がやっぱりドラムのものすごいプロレベルで上手い方もいるし、うんうん、皆さん一通り楽器やる方多いですね。綿貫さんご夫妻がとても仲良さそうだったので、夫婦円満の秘訣は？一緒に仕事もしてるので、うんうんうん、四六時中一緒にいるわけですよね。うん、まあ、割とあと比較的夫婦で旅行が好きなので、うんうん、うちの奥さんがもともと旅行が好きなので、僕がそれに影響されたわけですけども、うん、それプラス温泉も好きなので、うんうん、そういったことに一緒に行ったりして、うんうん、で僕は割とのめり込むタイプなので、はい、逆になんか深みに入れてしまってるんですけど、2人
2人でなんだろうな共通の話題を作ること、うーんと共通の認識っていうかな、はい、っていうのと、あとは大きな心でいることっていうんですかね、許すこと、許すこと、はい。経済局の許可を得るのって大変ですか、それとも宣伝になるから逆に売り込みとかあるのでしょうか。まず売り込みみたいなものはないです。うん、で申請を取るためには、ジャスラックなどの著作権の管理団体に、はい、出版申請、楽譜を載せるための申請ですね、はい、歌詞が載ってたりメロディーが載ってる場合の譜面です。とあとは CD を載せる場合は録音申請というものを行います。はい、基本的な申請はこんなような感じです。はい、結構大変なんですか、そのなんか書類とか、はい、今インターネットで申請ができますので、すぐに申請はすぐできます。アコギ曲レシピ第2弾の予定はありますか、ぜひ次回可能であれば掲載練習曲のリクエスト受け付けてくれると嬉しいです。まあ、これ売れ行きにもよるので、あ、そうですね、はい、もっと売れてほしいですね、はい、これはもうゆかチャンネルの皆さんが買っていただければ実現するかもしれません、はい、ぜひ1人につき100万冊買ってください。はい、はい、というわけで出版社アルファノートさんにお邪魔していろんな質問させていただきました。質問を送ってくださった方ありがとうございます。そしていろいろ答えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。動画でアコアリ一人遊び、夢中で弾きたくなる人気曲レシピ、ぜひぜひお買い上げください。よろしくお願いします。